ゲームオブファミリア、星さん。終末の最前線で戦うのは人族のメスだけで、最前線では違う世界線に住む人族のオスのために薄い本を厚くするために終末軍団が日夜頑張っているような世界に。そんな終末待ったなしの異世界に強制召喚されたメス姉妹と連れ子のオスが、終末を遅延するためにお前ら、英雄にしてやっからさっさと死んでこいやといった理不尽を押し付けられます。主人公はこの人族の連れ子のオスであり、自分の大好きなメス姉妹の処女膜を守るために全てを犠牲にして頑張るシナリオ。デスノート系の暴虐シナリオが得意なシナリオ担当をしており、常に絶望的な状況を上手に書きますし、それを一休さんして裏口を見つけて成功法ではない方法で解決するシナリオの描き方がディモールトでね。ちゃんと前半に主人公チームを絶望の淵に叩き落としてからの問題解決を見せる、問題解決方法も斜め上の問題解決方法を示してくれるので読み手が各シナリオを読み終わった後のカタルシスの解放は早いってなる出来なのぜ。漫画担当も、もともと実用目的の漫画を書いていておりその頃からえ、うまいっすねといった感じだったのですが、巻を重ねるごとに絵が上達している様にあんこが飛び出そうになります。非常にセクシーで肉感のある人族のメスの描き方が上手で、さらにはクリーチャー系や精霊系の絵も描ける、全体を通した多数を配置する大規模な絵も上手だという参考よし。蒲生博士と小畑健が作ったデスノート、何かそれ以上に面白い漫画に仕上がっております。シナリオはドラゴンボール方式を採用しており、敵として戦うときはエッチポイント1万とかあるのに、仲間になった途端にエッチポイント283とかになるみたいな感じも、お約束展開してて楽しいです。